光明寺は埼玉県久喜市本町一丁目にある寺院である。三号は瑠璃山、陰号は薬王院。新言州豊山派。本山は埼玉県札手市に所在する小福寺であり、1252年に金信の中高都市、1580年に開かれた新義新言州豊山派の寺院である。本尊は不動明王である。薬師堂薬師堂は 光明寺の南側に所在しているお堂である。この薬師堂では薬師如来が祀られている。主な行事としてドラ縄というものがある。このドラ縄は江戸時代より受け継がれている行事であり、1月5日の朝9時頃より長さ15メートル、太さ30センチメートルの大縄をない、昼頃には薬師堂に飾られている古いドラ縄と交換し、 新しく言い直したドラナワを飾るというものである。茎学校は1837年1月、光明寺本堂に設立された小学校である。茎学校は1837年1月、茎本町、茎新町、小吸木村の組合学校として設立された。同年5月17日に茎学校内に事務局が開設された。この事務局では、 埼玉県の学校改正局との連絡業務を、地域の学校の取りまとめとして行い、吉羽学校、鷲宮学校、豊明学校、下木翼学校、下津学校、江面学校、下早見学校の7校の監督業務も行っていた。初期に用いられていた教科書としては、単語編、知恵の糸口、上学び、学問の進め、西洋事情、九里図鑑、世界黒人、 小孟教え草などである。その後、小学校令や町村制の施行などにより、1892年に区喜町立区喜神上小学校と解消する。1913年に現在の区喜小学校所在地に移転し、学校は今日の区喜小学校に引き継がれている。なお、光明寺の境内には、 この区期学校の開校を記念した記念碑が1963年に建立され、所在している。光明寺遺跡は光明寺周辺一帯に所在する埋蔵遺跡である。この遺跡は、主として縄文時代の遺跡であるが、中世、近現代のものも含まれている。このうち一部で1985年に光明寺南遺跡として調査が行われた。出土品としては、 堀の内式土器を主とする土器や石器、装飾品、住居跡などである。ありがとうございます。